リリーですこちらスタンドバイ見取り図のポッドキャスト限定おまけブロックですねハッシュタグはスタミでお願いします本編の方はロングコートダディが遊びに来てくれてましたありがとうございますいや楽しかったねねあの天才やねん今日でもまた天才分かった天才だったかいや俺は同盟はねほぼほぼで言ってるんやけどねでもお笑いファンももちろん知ってるやん同盟が天才とかセンスとかすごいカルマを背負って生きてるよね われれるってな正直そいよねでもさもし絶対俺は絶対俺は言われることないけど自分の芸人人生で天才とか言われたら絶対しんどい自分やったらなと思うねんけどどうもお前楽しんでる感じあるもんな本物天才やもうそうやってそうなのよもうジーニアスなのよただのホンにそうすごいだからあのジーニアスならもしかしたらこれ聞いとる時もチャンピオンかもしれないしねあそうよあチャンピオンじゃないわ これは,これは上決勝終わりやからファイナリストになってる可能性もかもしれないね。これから作ったネタでもしかしたら無事に行く可能性もあるし本当でも、うん、ジーニアスってさ、うん、そもそも m 1決勝行ってきたんが大体それやからねコント自分らのコントの単独、うん、バーってツアーでやってほ、うんでキングオブコントやって、うん、でその後にネタ作り出すから漫才か<ー>それでペロッとサインとかなんねんで m 1のだから全然あるね。 ジーニアスよジーニアスでそれの大反動でウサギの方が全然ジーニアスじゃないやんいやジーニアスよあいつもあいつもあいつのジャンルでジーニアスあいつは人間力がめっちゃ面白いからジーニアス生きててくれるだけで面白いから最高コンビでございますよいやいや頼むよロングコートダディこれからもねファミリーとしてで私12月11日やからねもう普通に言うけどねあばら俺と塗るんですよはい知ってますよ今もコルセット的な巻いてと黙ってたけどなんかネットニュースでバラされてあ言われたん 言言われたた何でっんあれ見見たやんの記者会ああそういうことかそれでうんやたら記者さんが俺が胸を押さえていたがってたのを「ケガしてるんですか?」とか「うん何で怪我したんですか?」とか「仕事何の仕事ですか?」とかさ絶対書かれるな思ってずっとこう笑顔でニコニコしとってんけどもう書かれたねまあまあそれは知らないまあまああんまバレてへんからええねんけどだって言いたないや普通に森ちゃんズユナイテッド草サッカーで「あん 折れただけ何かさ番組の何とかとかでな山本さんとか普通に折れただけですしかも僕単独大阪の単独の前日に折れたんで単独の時は錠剤痛み止めを倍ぐらい飲んで挑んだい全然いけたんやけど1時間ぐらい経ってから油汗止まりません激痛激痛けど とにかく早く履けてこのコルセット巻きたいから、うん、そのネタの途中で俺もうええわって言いそうになったから一 <laughs> <laughs> 回これは履けようと思ってああまあなそんぐらいしんどかったしかもほんまに何、うん、ほんまサッカーの怪我、うん、クロスボールに思いっきりヘディングしに行ってキーパーも飛び込んでてお互い空中戦で衝突って感じ、うんうん、でそのお互い衝突した間のこの俺の脇腹に自分の拳あったから、うん そこめり込んでドーンって目利きって言った他のやつも音それ聞いててああもう折れたようなとでそれで倒れ込んだとで3分ぐらい息でけへんからこれはもう俺なんか毎年暴れやってるから確か分かって折れてるとっていうかさはいサッカーでさ2か月に1回ぐらいどっか怪我するよんか俺の感覚な やめてくれ頼む頼むサッカーやめてくれめっちゃ男の子やねんやりたくてたまらんめっちゃ男の子やねどっか怪我しとかなキスもるどんな男の子や去年の単独ツアーも俺尾低骨折れたまま挑んでたもんね V 取りでねその前もその2三年え年前やったっけ俺人体損傷とあばら三本それはなったっけ これは小田さんに駐車場駐車場で突き落とされた一人で落ちただけなんかな段差があるとこにそうなのもう怪我が多いのよほんまやなでこれはも折れてるの分かってたけど病院行こうと思ってまあね折れてるの分かってるけど知っときたいやんどういうレントゲンか急遽大阪やったからもう大阪の朝行ったのよあの うつぼ公園で見取り図盆踊りをね今年夏やったんですけどそこの会場の近くの病院行ったらこのラジオ聞いてくれてる方は知ってると思うんですけど僕仙台でやたらかっこいいって言われたうつぼ公園でもそれてえっどういうことうつぼ公園にいるうつぼ公園の整形外科病院で最初電話で予約して森山です言ってでも入るやいなほらやっぱり森山さんや もう声で分かったわって声で50代くらいかな声で分かったほんで揚句の果てにお名前最後聞いたら「森山」って言うたでしょって「もう私分かっとったんよ」ってまあですいぞ大阪の人あんた実物かっこいいやないなえめっちゃいいお坪公園でもこれ俺仙台だけじゃなかったわだからほんまご当地プラザず用意してくんなよ なんかさ、はい、あの、ら痛<何>めて声が出んから、なんかトーンが気持ち悪い <laughs> 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 ほら、このきかっこいいのよ <laughs>。ほんまさっきロングコートダディのときも、<laughs> ほんまにちょいちょい苦しんでたもん。<laughs> それ折れたら痛いわ、それや <laughs> アバラは。脂ら折れたことあるあるある。生活の全てに関わってけへん。腰とらね。 だから腕とかだったら痛くない角度を咲かせるけど何しても痛いからねそうなす。体の部分はほんで咳したらマジで激痛走るから咳をとにかく抑えるのよゃ抑えれば抑えるほど喋りがキモくなっていくだんだん咳出ないように咳出ないようにほらこんなこんぐらいの笑いもかただ皆さんご安心をネタに支障はございませんのでそこはやっぱ漫才師すごいよねプロ なもう漫才してる10分間は何にも感じへん、うん、ほんまに当たり前やん <laughs> だからそれで心配とかされたくないなと <laughs> NCK の一発目の舞台の時なんかそんぐらい音音やな、うん、<laughs> はーい、ええ、リ江さん <laughs> 900入るでかい会場で <laughs> いやたくさんの方か出てい,かた <laughs> いやー東京のえ何時でしたっけあれ 11? 11<か>じゃあこの日かえっていうかこの日単独ライブしてるやん東京のほんま 単独の後とこれ単独見てくれたら分かるでしょめっちゃ元気いっぱいやってたからもう宣言だ絶対そうそもそもあと1週間以上ちょっとあるやんもうそれは治癒はしてる完治完治は無理無理やけどまあまあ単独でほんまにノリとかで蹴るとか大丈夫なお前お前さ心痛ないんや完治そんなやなかっらどうやろ蹴るぐらいは いや、それで、もう、拍手喝采の笑いやったら、俺、そう受けるとかじゃないよ。変なタイミング誰も見てないとこでやるぐらいか。からせや。なんでそんなんするなあ、こんなさ、胸押さえてさ、喋りが吐息になってる男にさ。それ、しゃあないよ、それは。でもね、皆さん、本当心配なさらないで。あばらって細いから、折れやすいのよ、もともとが。あ、そうね。ええ。なんで、絶対折れるときってあばら、複数やから。ええ俺も日本やねんけど。大体複数。しかも、 俺も一回やったけど病院行っても何もできないの結局痛み止めもらって安静にするだけレントゲン取って何もできないの見て折れてんのを確認する作業一応そのバストバンドっていう胸のコルセットみたいなのをしてるけどこれでも大丈夫全然違うじゃあ単独ほんまそれ隠すオッ OK それ隠すのは OK それを何をしたいんやお前も泣かしたいんかおっさんをな おっさんが慌ててさいろんな楽屋見てたらかわいそうやろあれどこやってんけってなあ気をつけますそれはお願いしますじゃあ皆さんもね怪我に気をつけてください特に冬はね怪我しやすいんですスポーツはねはいお願いしますで本編の方ではロングコートダディ楽しくやったのでぜひね聞いてくださいりず森山とリリーでした